ただいまの時刻、11時半ごろですね、大原からバスで降り、そして三条京阪で電車に乗り換え、地下鉄に乗り換え、それからランデンに乗り換えて、やっと、嵐山に来ました。そして、ちょっと雨が降ってたんでですね、思いっきり贅沢をしまして、タクシーでこの楽し車の前に来ました。そしてなんとなんと皆さんね、実はね、この向かいにね、このお店があるんですよね。まあ高級店のようですでしてね、開いてないんでね、これ知れ分かりましたね。私はこのね、軒の下でね、これから絵を描くんですよ。まあ楽し車の、細かな描写もいいんですけどね、まあ今日はですね、時間もないんでね、こんな感じのアングルでどうですか皆さん。こうですね、このアングルでね、行ってみましょう。あ、こんにちは、どうぞ。まあ、こんなもんでどうですかね。いいと思いますよ。どうですかね。率直に言ってどう。あ、日本人。I cannot understand what you say. Where from? マレーシア。あ、マレーシア。あ、こ、アバカバール。カワルバック。OK。OK、very nice。あ、サンキューね。言ってくれてありがとうね。あ、じゃあ、enjoy your holiday。あ、写真撮るの？フリーだよ。OK、撮っていいよ。お、of course。You can。テレメカセ。おお。なんかね、私も撮りたいんだって、このハンサムのおじさん。やだね。はい。こんにちは。はい、こんにちは。こう、落書き者ですよね。落書き者。落書き。落書き者、落書き者。落書き者と呼んでます。あ、本当は落書き者と呼ぶの？うん。いくら？250円。お、安いね。今時は250円、私は250円でいいんだけど、うん、これもいただけるの？どうぞ、うん、このパンフレットのお持ちください。何書いてるの？楽し者っていうんです、うん、楽し者の名前の由来なんですけれども、はい、うん、向井兄弟さんが、はい、当時住んでいた当時、はい、庭に40本ほど柿の木があったそうです、はい、でその柿の実がよく実がなって熟していた頃に、うん、都から商人が現れて、はい、その柿を売ってくれと言われて、うん、向井兄弟は了解をしてお金をいただいた、うん、ところその夜になって嵐が吹いて柿の実が一夜にして落ちてしまった。あ、そう。というところから向井兄弟はここを楽し者、落ちる柿の者、学び屋、うん、そういうふうな名前をつけた。なるほど。あと言われて、あ、これそうだね。そうなんです。未来ね、はい、今にはたくさんの区費などありますので、はい、ゆっくりご覧ください、はい、これ芭蕉さん、はい、こちら芭蕉なんて読むのこれ。さみだれや色紙へぎたる壁の跡。どういう意味ですか。ここです。このいおりだった頃の、うん、この建物、ここで18日間を暮らして、はい、ここを出ていくときに、うん、大変古びていた建物であったために、うん、その壁を壁にはそのいろいろな色紙が剥がした跡などがあったというところなんです。色紙があったの、うん、この建物のではないですよ。この建物の、うん、まあ、前に、あ、本物のね、本当はそうだったんです、うん、古い建物だったんです、ね、色紙へぎたるってどういう意味ですか。剥がした。ああ、5月の雨が雨で湿気で色紙が剥がれてしまったと、はい、まあ、そういうふうな、ね、あ、へぎた、あ、だから場所が見たとは壁のしかなかったわけね。で壁の跡って言ったわけだ。そうです、そうです。凝ってるね。これあの中村寺の、岩手県の中村寺のサミダリアね、振り残しないかよ。なんかあれだね、名人でも同じあのなんていうんだ、髪の毛使ったりするんだね。わ、ね、かりましたよ。ごゆっくりご覧ください。あ、お金これ、あ、これね、はい、あ、50円お金、ね、はい、すみません、じゃあいただきます、はい、ご丁寧な解説ありがとうございました。無料出演どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい、皆さん
これ何のビデオだかというか映像か分かりますか。私がね今腰掛けてるね縁側の左手、ここにね柿の木があるんですよ。で今受付の方に聞いたらね樹齢300年だそうですよ。今ねこの軒下のね、いや私がさっき写真撮ったアングルのところがねこの茅葺きの屋根からね雨が起こしちゃってね起こしてくるんでねやむなくここでね座りながら描いたんですけどね、まあ、ちょっと構図的には違うんだけど雰囲気的にはまあこんな感じで大きさはね捉えておきますかね。とりあえず構図的にねあとはあんまりこの詳しくデッサンしないで色を塗っていきましょう。ちょっとペンが乾くまで待ってますね。これは耐水性なんですけど、乾かないとね、にじむんですよね。乾くともう完全ににじまないんですけどね。まあそれにしても、いやー私のためのこの落石車ね、現代の落石車。水墨画を描く人はね、朝露のね、水滴を集めてね、描くそうですけど、私はね、今日はここのね、このつくばいのね水を使ってね色を塗りたいと思うんですよ。どうでしょうかね皆さんね、多分いい絵が描けると思いますよ。ああ本当にいいとこへ来た。ここに置いてとりあえずね色を塗りましょう。それではタクシーが来るまでまたここで絵を乾かし待ってましょう。まあこんな感じですね。あとは旅館に帰ってゆっくり三国日記でも読みましょう。
いろいろ聞いてやっとたどり着きそうです。あそこの遥か遠くにある小さな看板のお店ですね。夜はここに行ったかな。おいや、これすごいうまいね。いいですね。お正月ねかけるのにね、いいですよね、赤富士ね。私も早くそれくらいかけるのやりたいね。いや、そのすぐかけますよ、そんなん。私らただもあのボケ防止にね、かけるだけのことやからね。あそこの水墨画風の山並みはどこなんですか、あれは。あそこにほら、あそこ飾ってあるじゃない。じゃあ、木の舞ってる山、杉の山並み。これですか、うん、袋の横の、うん、中国です。中国、はい、中国どこ。中国の、ね、何やったかな、武陵源。私もこの間中国来たよ、武陵源に。中国はよく行きましたよ、私も。あ、やっぱりね、ほんまにたくさん行きました。主人と付き合ってまで10日間ね、9歳頃からずっとね、生徒。あ、ご主人も旅行好きなの。いや、私がえ行きたい言うから付き合ってくれる。ああ、いいご主人ですね。わかりました。ごちそうさまです。まあ、ということでね、この絵売ってくださいって一応言ったんですけど、うん、いやいやと言われたんで、まあ大事にしてるんでしょうね。色紙を譲っていただきましたよ。ここで書くことにしましたよ。いや、恥ずかしいけど。まあ、その前にちょっと、タバコも吸っていいっていうことだから、まだければ、ここでタバコ吸いましょう。なかなかいいんじゃないですかね。ああ、巨人がある。うん、いい部屋だ。すごくいい部屋だね。こんないい部屋だね。私今度あれかな。長手をするときはこの民宿にしようかな。それではお茶を一服して、これから先生の臨床をしましょう。なんかあの、水洗いまで返してくれた。なんとか書いてみてるんですけどね。後でおかみさんにちょっとコメントいただきましょう。やっぱりちょっと書き方のタッチが違うみたいだね。やまないでしょ。まあ勉強ですからね。